今日の買い物です。ちょっとお腹の調子が気になるので、ヨーグルト、お酒割る用のコーラ、あと気になったので、稲葉のカレー用の缶詰買ってきました。あとなんか油が行方不明なので、ボスコのオリーブオイル、あと今日の、おかずの豚肉と、たまに食べたくなる納豆巻き、あとこのちょっとおしゃれな感じの、これも山田屋で、近所の山田屋さんで買ったテーブル拭き。よいしょ。あとは、この前ちょっと、子供たちが部屋に遊びに来た時に、ちょっと足りなかった、フォーク。ちょっと、おしゃれな。これで480円です。あと、急遽必要になったので缶切りと栓抜きが一緒になってるやつ、クジャク柄で、あとはこれもこの間、子供たちが来た時に、食器が足りなかったので、こんな感じの柄の食器。テーブルトークっていうところ、日本製の、これで600円のお皿です。はい、以上です。